アベニール405号室です。玄関ドアを開けるとこのような玄関になっております。でこちら入りますと、こちらには玄関収納がございます。玄関収納はこのような収納力です。そして玄関入ってすぐ右手引き戸を開けますと、洗面脱衣所、このようなスペースになっております。こちらは独立洗面台、そしてこちらには室内洗濯パン、ゆったりとした洗面脱衣所となっております。そしてこちらにはお風呂がございます。お風呂はゆったり、浴室乾燥機能もついたお風呂となっております。はい、そして廊下に出て左手には洋室がございます。角部屋ですので側面に窓があります。とても明るいです。そしてこちらが洋室です。はい、洋室には大きなクローゼットがございます。これで収納もバッチリです。でこれが洋室の広さです。こちらの部屋にはエアコンがございます。はい、そしてこちらにはトイレ、コンセントもありますのでウォシュレット設置可能です。そして廊下の突き当たりのドアを開けますと、いよいよリビングコーナー、まずこちらはキッチンスペースです。キッチンスペースは独立しております。とてもゆったりとしたキッチン、蓋口ガスコンロ設置可能、そして大きなシンク、そして冷蔵庫スペースもしっかりございます。広いキッチンスペースです。はい、そしてこちらにはとても大きなクローゼットが、リビングダイニングキッチンにもございます。そしてキッチンはこのような、正面から見ますとカウンターキッチンになっております。そしてベランダ側からの景色はこのように、とても広いキッチンで LDK です。そして隣には引き戸で仕切れるタイプですが、洋室がございます。洋室の広さはこれぐらい。はい、こちらの洋室にもたっぷり大きなクローゼットがございます。はい、で洋室からリビングの景色がこのような感じです。こちら角部屋のベランダ、そしてこれが景色です。以上です。